はい、皆さんこんにちは、ペソでございます。ワールドスタジアム5、続きやってまいりましょう。残り6試合ですね。今日からはカープとの3連戦でございます。阪神広島26回戦こちらを行っていきましょう。先発ピッチャータイガース星野さん、カープの方は横山さんですね。スターティングメンバー広沢さん上がってきた。かといってクルーズさん下げるのもあれだな。そしたら打順か、こうしようか。これでいきましょう。はい、さあ、ペレスさんがなかなか一発出ないね。さあ、ね、最後のカード4カード目に突入。阪神広島26回戦参りましょう。さあ、先発ピッチャー星野さん、防御率、最優秀防御率がかかっております。この試合打ち上げました。文心君が追いかけました。セカンドフライ、ワンアウト。初球打ちは助かりました。のんけんさんは見逃した。2球目カーブ、それを打ち上げたセンターへ。今度は赤星さんが取りました。2アウト。3番センター尾形、引っ張った打球レフト、クルーズさん取りました。3アウト。カープは初回すべてフライアウトとなりました。三者凡退。1番先頭バッター坪井さん、初球打ち、払った打球は三塁線切れました。ファール。2球目強い当たりはゴロでセンターへ抜けてきました。ヒット。ノーアウト一塁。ここは払いましたけどファール。戻りました。沖原さん三振、ワンアウト一塁。文心君は右中間へ大きな当たり、抜けてきます。さあ、坪井さん三塁を回る、ホームイン。ああ、ボールがそれた。タイガース先制しました。文心君のライトオーバータイムリースリーベース。クルーズさん三遊間渋く抜いていきました。2点目レフト前のタイムリー。そして広沢さんライトへ、ライトオーバー。さあ、クルーズさんはサードへ向かいます。一塁三塁。檜山さん、初球は見逃して広沢さんを二塁へ進塁。ライトへ、レフトへ流した打球は入りました。檜山さん64号スリーラン。檜山さんに一発が飛び出しました。タイガース、さあ、これで3点追加、5対0。ペレスさん、で3初球打ち詰まりました。ショートゴロ。8番キャッチャー矢野、2球目速い球、これは払いました。3球目、これも払う。4球目、これもインサイド。5球目、今度はインフィールド、ファーストゴロ。初回タイガースはタイムリーとスリーラン、5点の先制となりました。4番レフト金本、カーブ、これは見逃す。打ち上げました、センターへ、センターライナー。
今日のセンターは坪井さん。赤星さんって言っちゃったね、さっき。そういえば坪井さんまた取ったセンターフライ。ショートゴロ、スリーアウト。カープ2回の表も三者凡退。さあタイガースはピッチャーの星野さんから。今日はセンター坪井さんね。今頃訂正。星野さん流したレフトへのヒット、ノーアウト一塁。お手本のようなバッティング。坪井さんも流す、連続ヒット、ノーアウト一塁二塁。沖原さん、沖原さん今度はライトへ流した、これは長打コースになる、ツーベースヒット、6点目。そして文心君、第1打席はスリーベース、あー打ち上げました、センターへのフライ。さあランナーはタッチアップ、三塁送球、これはアウト、しかし7点目、三塁ランナー生還。あ、外への球、空振り三振、スリーアウト。2回の裏タイガースは2点追加しました、7対0としております。7番ショート東出、東出さん初球甘い球見逃しました、2球目引っ掛けた、セカンド文春くんが回り込んで取る、ワンアウト。8番キャッチャー西山、空振り三振、ツーアウト。さあ代打かな、あ代打出しません、7点差。横山さんそのままショートライナー、沖原さんジャンピングキャッチ、星野さんは初回じゃない、序盤3回パーフェクトのピッチング。さあ広沢さん、あ初球打ち詰まりました、センターへのフライ、速い球振ったあかんと思ってんのに打っちゃう。さあそして檜山さん、第1打席は見事なレフトへのホームラン。あここはうまく三遊間抜いていきました、レフトへのヒット、ワンアウト一塁。さあペルスさんはセンターオーバー、強い当たりでした。さあこれはツーベース、二塁三塁、矢野さん、さあコツンと当てたバッティング、ライトへのヒット、8点目。ピッチャーの星野さん、あここはホームアウト。さあここでピッチャー交代します、3回の途中ヤングさん登板。さあ再び二塁三塁。さあ坪井さんヒットが出れば大量得点、引っ張ったライト前、9点目が入ります。沖原さん、さあこれはあファーストアウト、スリーアウト、二遊間抜けませんでした。3回の裏タイガースは2点追加、9対0。さあ星野さんは木村、空振り三振、2つ目の三振奪います、ワンアウト。
まだヒットを許してないけど、今日はねもうあのパーフェクトでも変えます。これは30勝を狙うためのさあセカンドゴロ、ツーアウト。かけてショートゴロ、スリーアウト。さあ4回も星野さんはパーフェクトのピッチング。さあ文心くんは打点がついています。2打席目はん詰まった当たり、センターへのライナー、ワンアウト。クルーズさん、クルさん大きな当たり、センターオーバー。さあこれはツーベースヒット、ワンアウト二塁。広沢さん、あー広沢さんはサードゴロゲッツーになってしまった。4回のタイガースは、結局3人で終了。金本さん、あこれは伸びない、センターフライ。ロペスさんピッチャーゴロ。前田さんはライトオーバー、ツーベースヒット、ツーアウトからの出塁。打ち上げました、セカンド後方、文心くん取りました、スリーアウト。さあ星野さんは5回被安打1で降板となります。あー檜山さんタイミング合わない初球打ち、センターへの浅いフライ、ワンアウト。ペレスさん引っ張ったけど、これはレフト取りません、危ないアルプスに入ります。さあ今度はライン際、今度は金本さん取ったレフトファールフライ、伸びきりません。ショートへのゴロ、スリーアウト。5回の裏のタイガースは三者凡退となりました。さあリリーフ、1イニングだけ伊藤初乃さんが登板。ああワンバウンド、センター前ヒット、ノーアウト一塁、代打は出しません。ピッチャーヤング、空振り三振、引いたバットがストライク。さあワンアウト一塁、西山さんはそんなに足が早くはありません。見逃し、2者連続。ノムケンさん、3者連続三振で切り抜けました伊藤敦之さん。6回の表カープはまたもや無得点。さあ敦之さんに代打、右の八木さんが登場します。ライダー八木、ああ3球目バトンセンター、ファーストゴロ。さあ坪井さんは今日は3安打猛打賞。
ボテボテのセカンドへの当たりは内野安打。2番ショート沖原、沖原さん打ち上げたライトへのフライ、ツーアウト。さあ文心くん、ここはセカンドでフォースアウトになりました。初球打ちショートゴロ。6回ブランタイガースはまたもや無得点。さあ、セーブを狙って笠井さんがこの回からの登板。ピッチャー笠井、引っ張った打球レフトへ、クルーさん追いつきました。ワンアウト。4番レフト、今日はセンターへのフライアウト2つ。金本さん今度は右中間引っ張り込みましたけども、檜山さんが落下点を降りました。ツーアウト。5番ファーストロペス、左中間伸びない、坪井さん取った、スリーアウト。ラッキーセブンのカープはレフトライトセンター綺麗に打ち明けたフライアウト3つとなりました。クルーズ、打球の行方にはくれぐれもご注意ください。あー、ここは打ち損じました。クルーズさんサードへのゴロ、ワンアウト。広沢さん引っ張った、レフトへ入った、53号ソロ、ギリギリ入りました。広沢さんにも一発が出ましたタイガース、これで2桁得点10点目。さあそして今日は初回にホームラン、ああ流したいい当たりだけどこれは切ります。檜山さんセンターへ打ち上げました、センターフライ。さあペレスさん、バットもセンターの初球打ち、外への球すくい上げてしまいました、レフトフライ。ラッキーセブンタイガースは広沢さんの一発10点目が入っております。カープは6番から。番ライト前田、左中間のあたり、あ失礼、右中間のあたり檜山さん取りました、ライナー性でしたけど抜けません。ワンアウト。ショート打ち上げました、文心君が取りに行きました、セカンドフライ。8番キャッチャー西山、ファーストフライになりそうです、ファールフライ、広沢さん取りました、スリーアウト。8回の表カープは三者凡退。さあタイガースは矢野さんから、今日はヒット1本、ショートライナー、これはいい当たりでしたけど真正面。笠井さんは緩い当たりのショートゴロ。さあ坪井さん今日に4安打。ここはレフト線の一発を狙いたい。ああ伸びがないレフトフライ、スリーアウト。8回の裏タイガースは三者凡退となりました。さあヤングさんに代打ですね。ヤングさん今日はロングリリーフでした。新井さん登場。センター左中間より、坪井さん取りました。あ、そうだ、守備変えよう
内野はいいよね。レフト坪井さん2アウト。さあここで抑えれば完全にシャットアウト。ああ間に合った、文心くんナイスリカバリー。最後はセカンドゴロで終了。今日はでもね、ちょっと調子落としてきた檜山さんに一発が出ましたね。まあ、文心君とクルーザーもね、あの状態だったら、まあ、出るときは出るけどね。はい、ということで、何安打打ったタイガースは、今日は15安打か。はい、勝ち投手、星野さんね、負け投手、横山さん、葛西さん、3回、今日はパーフェクトに抑えました。ホームランは檜山さんの64号、広沢さん53号と2本の花火が上がっております。他球場か、カープじゃないスワローズ、シャットアウト勝ち、ニューマンさんが勝ち投手、もう一つの試合はジャイアンツが勝っております。工藤さんですね。さあこれで5、6、7、8、9、10、ね、135試合終了。はい、星野さん28勝目、あと残り5試合で、2回登板予定強引に30勝に持っていこうと考えております。負け投手は横山さん17敗目、葛西さんはあと1セーブで50セーブですね。今日は前田さんと西山さんにヒットが1本ずつ。さあタイガース側はノーヒットはいなかったんですね。先発全員安打ね。5番、6番ね、2人がホームランを放っております。星野さん今回三振少なかった、でも球数も少なかったですよね。30球は素晴らしいよね。5回で あれヒット打たれてなかったらね、ちょっと本当迷うとかやったんですけどね。ああごめんなさい、抜けちゃったね。はい、ということで今日は、星野さんが28勝目を取った試合となりました。ご視聴ありがとうございました。それではさよなら。